します。ニドランはさ、ニドラン、ニドラン、じゃあでもずっとニドランって呼んでるんですよ、うん、そう、そう、ニドランはその黒髪セブンに入ったことについてはどう思ってるのか気になるんですよね、うんうん、なんで入ったかよくわかんない。黒髪ロックだからね、うん、そのコアミはどうしてこのコアミが選んだ理由は黒髪を見つけたのですか、うん、髪 あのずっと長いしロングで綺麗っていうのもあるんですけど、うん、ニードイちゃんの特徴は髪の黒さなんですよ。黒さね、すごい漆黒の、漆黒の 黒さが漆黒綺麗なんですよ。なんか黒染めしたって言われ、うん、言われる。え、染めたことはない？ないです。うん、ないのに黒染めしたって言われて、そう、黒い、そのぐらい黒いんですね。それぐらい黒い、うん、選ばれた時は嬉しかったですか？はい、本当に。ちょっと気遣ってます、ね、ちょっと気遣ってます、ね、ありがとうございます。はい、はい、というわけで今回はこの4人で30分お送りします。 SKE48 の岐阜県だって地元です。スタート。この番組は秋田屋本店、平成観光、春銀和の輪、青い自動車、朝日健康の提供でお送りします。ロイヤルゼリーで元気、食物繊維ですっきり。アキピアのロイヤルゼリー青汁は特許製法のロイヤルゼリーと豊富な食物繊維でミツバチと大地の恵みがたっぷり。すっきりとした抹茶風味で美味しく健康に。ロイヤルゼリー青汁で元気な毎日をお届け。秋田屋本店。株式会社朝日健康は各種土木、建築、施工の様々な分野でお客様のご要望にお応えいたします。あなたを支える光でありたい。すべてはお客様のために。株式会社朝日健康。パチンコ&スロットのケーズギャラリーアピタ地流店、ケーズ尾張旭店、ケーズ港店、ケーズ港南店、ケーズ大高店、合計4309台。お近くのケーズでお待ちしています。メイザパチンコ be with you。 ケーズ平成観光。チリさん、ルミさん、私のこと知っていますか？はい、このコーナーはゲストで出演しているゲストメンバーのことを私、加藤と高柳がどれくらい知っているのかをゲストメンバーが出題する自分で考えてきたクイズで測り、どちらがより信頼できるメンバーかどうかを判定すると同時に、リスナーの皆さんにもメンバーのことをもっともっと知ってもらおうというコーナーでございます。負けても特に罰ゲームはないんですけど、うん、メンバーからの信頼がどんどん下がっちゃいます。ダメです。ルミちゃんがどんどん下がってます。はい、私は下がっています。なお、リスナーの皆さんも参加できるチャレンジ問題もありますので楽しみにしててください、うん、はい、ここまでの戦績はですね、前回も私が勝ちまして、はい、高柳が5勝、加藤が1勝ということで、どんどん差が開きますね。そう、差がね、はい、どんどん開いてます。はい、やばい。ルミちゃん頑張ってほしいです。バイヤーです。そろそろちょっとルミちゃんに私も勝ってもらわないとね、うん、この番組ちょっと危なくなってるんじゃないかと思いますので、バイヤーだ。バイヤーですので。バイヤーです。はい。ということで、ここでですね、小林亜美ちゃんからのチャレンジ問題と答え合わせをしたいと思います。うん、じゃあ、亜美ちゃんから直接紹介してもらってもいいですか？うん、いるしね、今日は。はい。前回の問題は。前回の問題はですね、小亜美がホテルに泊まった時に必ず朝食で食べるものは何でしょうか、うん、という問題でしたが、ヨーグルトでした。おー、ね、はい、ヨーグルトだからね。ね、ヨーグルト。そう。え、でも絶対に食べるの？あの、ホテルで泊まるときは絶対食べます。なるほど。え、買うの？買います。あ、そうなんだ。コンビニとかで。うん、ヨーグルトはね、いいよね。うん、長期滞在のときは、本当に。そうですね、うん、大事ですね。ね、体にしね、うん。はい。ということでですね、うん、今週の出題者は、え、ニードルサーカです。そうでした。そうです、そうだったんです。よかった。そうだったんです。本人忘れちゃってたみたいな。はい、ニードルサーカでございまする。沈黙ですね。はい、それではニードルサーカちゃん、はい、クイズの出題をお願いしま す。1問目、私の好きな食べ物は何でしょうか？これもしかして公式プロフィールとかに書いてあるやつ？書いてあります。くっそ、見てこなかった。見てこなかった。まずいぞこれは。何だろう、え、何好きそうな顔だろう。顔？料理か、はい、なんか、こう、デザート系か、どっちか。何系？料理です。料理だ。わかった。お、ルミ、オムライス。違います。やばい。顔とは違うものが好きそう。顔は顔が。ギャップ、ギャップ、ギャップ系。なんか確かに、なんか、いちごミルクが好きですみたいな感じじゃん。だけど、だけど、なんか、キムチが好きですみたいな。煮物です。そうそう。でも料理でしょ？うん。なんだろう？じゃあヒントは、
チュリさん。鳥。いや手羽先。手羽先。手羽先。うわ。手羽先。おっしゃ来た。手羽先。名古屋名物の。はい、そう手羽先が好きなんです、うんうん。好きな理由とかありますか？好きな理由。うん、お肉が好き。うんうんうん。肉食なんだね。はい。なんでテンション下がる。ああそうでもあるかなって感じでしたね。じゃあということで1問私が正解しました。じゃあ続いて2問目。じゃあ2問目、うん、右利きでしょうか左利きでしょうか。はい、はい、左利きです。ブーブー。右利きです。終わった。これ2択じゃん。終わった。やべ終わった終わったじゃんこれ。これさ引っ掛けだよね。引っ掛けだよね。右利き左利きどっちでしょうかって言ったら大体左じゃないって普通じゃないんだなって思う。普通だったみたいな。曲げてきたなルビー取られたな、はい、取られたっていうかもう2択だった2択だったっていう。もしかしたら両利きとかだったかもしれない、ね、あそっか。そんなね両利きではない。両利きではない。右利きでした。今1対1ですね。1対1。じゃ最終問題3問目は、はい、私のキャッチフレーズは何でしょうか。これわかる。どうしよう。フル見えるかな。さやかでわっしょい。あそれはフルで。フル単語で。終わり名古屋。はい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 。チェさん。終わり名古屋。ダメダメだ。フルで終わり。ごめんなさい。はい、はい、ごめんなさい。ルミちゃん。ニードイさやかです。いつも輝けハート星。終わり名古屋はさやかでわっしょい。正解。ちょっと順番違う。60点ぐらいでした、ね。こんなんだったよ。こう見えていいですか。うん。言える。終わり名古屋はさやかでわっしょい。いつも輝くハート星。あー今日も輝く。今日も輝く。でも待って、でも一番近くない。いやでもルミがさ、結構さ土台は出したじゃん。ねえルミさんにしとく。じゃあさやかちゃんに判定してもらおうよ。うん、じゃあいいやルミさんで。いいやって言われた。やったねルミさん。やったこれでちょっと久々の勝ちです。山下ゆかり以来じゃない。山下ゆかり以来の快挙です。ということで今回は、私高柳が1問正解、加藤ルミちゃんが2問正解ということでルミちゃんの勝ちです。おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。ニードちゃんも出してみてどうでした。楽しかったです。楽しかったですか、うん、ありがとうございます。ということでここでですねリスナーの皆さんにも、はい、ニードイちゃんから出してもらいたいなと思うんですけれども、はい、じゃあチャレンジ問題の方を紹介してください。私のラッキーカラーは何でしょうか。結構難しいの。ラッキーカラー。それは結構発言してる。はい、ちょっとだけ。それはさ、なんか、うん、公園でファンの人が振ってくれるサイリウムの色。あ、それです。あ、それか。それか。それか。それだったらいいね。簡単かもしれんね。ヒントが出ましたが、うん、はい、うん、というわけでですね、最後にニードイサイカちゃんに制限時間30分の自己 PR、うん、30分ですよね。ごめんごめん。もうできない。オーバーしちゃうから30分もしたら番組終わっちゃうから。どんだけニードイスペシャルなの。じゃあ、はい、30秒ね、はい、30秒の自己 PR をしてもらいます、はい、よろしく。ニードイサヤカです。はい、趣味は趣味はダンスです。おお。あと、あ、はい、アルミさん、温泉が好きです。温泉、私に言われた。個人的に言われた。はい、よく行きます。岐阜行く。はい、行きます。岐阜。あ、そうなんだ。あ、じゃあ家族よく行ってるんですか。家族で行くんですか。あ、家族で行ったりします。行ったりします。メンバーと行ったりしますか。あ、ごめんごめん、30秒。こんな薄い回あるんだ。まあでもね、温泉が好きという情報、まあ、岐阜からのね、ネタができたので。あ、よかった、はい、ありがとうございます。はい、みふちゃん、ありがとうございました。以上、チュリさん、ルミさん、私のこと知ってますかのコーナーでした。それではここで1曲お聴きください。 SKE48 で美しい稲妻。解決チュリルミアンサー。はい、このコーナーでは悩めるメンバーにお悩みを打ち明けていただき、そのお悩みをチーム K2 リーダーである高柳茜相談員と情報通の加藤るみ相談員がバシッと解決するというシンプルなコーナーでございます。ということで今週も私たちがバシッと解いていきますよ。バシバシバシ。では悩めるメンバーの方お入りください。ガラガラガラ。うん。
どうも、いいね、小林亜美です。よろしくお願いします。悩んでるんですね。はい、悩んでるんですよ。それではお悩みを打ち明けていただきたいと思います。はい、どうぞ。悩みはですね、神セブンの将来について。おお、結構深刻な問題。どうしよう、深刻な悩みです、これは。え、もしね、その神セブンのメンバーが、ショートにしますって言ってショートにしたら、その時は入れ替わりする。入れ替えます。おお、即座に。即座に怖い。やはりロングが命。でもなんか入ってほしいメンバーいろいろいるんで、そうなんだ。セブンから増やすつもりはないんです。増やしたいんですよね。なんかアンダーガールズチックなものを教えてよ。そのなんか候補生たち。そうですね、岩永つぐみちゃんとか。確かに黒いよね。そう、綺麗だよね、髪の毛。そうですね、あと宮前亜美ちゃんとかも結構長いですし。長いですね。そうなんだ、意外に長いのね。あとは大山さなさんとか、菅奈々子ちゃんとかも結構ずっと長かったんで。なるほど。あとはルミさんもね、切るまではね。そう、切るまでね。切る、じゃあ切らなかったら入ってた、入ってたって言われたんですよ。ああ、なるほどね。それなんかさ、オーディション的な悔しい感じだったよね。そうそうそう、だから切ってチャンスを逃してしまったという。でもルミさんタイプはもう一人いて、都築りかちゃんも切らなかったら、切らなかったらっていう。あ、じゃあルミも続きタイプってことね。続きタイプ、続きタイプで、続きタイプ。そう、いろいろいるんですけどね。ということで、お悩みが将来についてだったんですけど、ルミちゃん、いや、なんかもうちょっと黒髪セブンを押してって、シャンプーの CM とか、そういうなんか、いいね、なんていうんですかね、いいね、黒髪につなげてお仕事できたらいいんじゃないかと私は睨んでますよ。そのためには、そのためには、ぜひやってください。そのためにはまず宣材写真から始めた方がいい。カメラもやらせてよ。やってくださいよ。小網もカメラ持ってるし、あかねちんもキャメラ持ってるし、カメラルミタも持ってるし、まあルイも持ってるですし、なんか持ってるですね。なんか写真を撮って、なんかいろんなところでアップしてったら、いろんなところから業界人の人に目に止まるかもしれない。ワークとか着させたいよね。あ、いいんじゃん。いろいろやり協力してくださるんですか？するする。あとなんかさ、なんかここら辺で半裸でさ、なんか何半裸あるやん。なんかシャンプーの、私は生まれ変わったみたいな、シャンプーの CM みたいな。なんかここら辺なんか見えないギリギリのラインで、鎖骨上ぐらい、鎖骨上ぐらいまでの潜在写真みたいな。いいかもね。そう、そういうなんか写真で撮ったらどう？サポーターだろ？え、黒髪セブンサポートバイ、サポートバイ、サポーテッドバイ、チュリルミ、かわいいね、サポーテッドバイチュリルミ。え、お願いしたいです。なんかちょっとずつね、活動していけば、やっていきましょう、浸透していくかなと。はい、ということで、解決チュリルミアンサー、これでいいですかね。はい、OK、ありがとうございます。そんな感じで、解決チュリルミアンサーのコーナーでした。それではここで今週の解決の一曲です。 SKE48 でアウンのキス。キュ、聞いていただきましたのは SK48 でアウンのキスでした。それではここからはですね、リスナーの皆さんからいただいたメールを紹介したいなと思います。お願いします。じゃあまず私からいきますね。ラジオネームりょう@赤ハッピーのりほももおしさんからです。はい、早速ですが質問です。イエス。今公演では各チームごとに美しい夏間を披露していますが、ます、ね、個人的に踊る時に意識していることや見てほしいところはありますか、ということで。それぞれね、チームでやってたりとかしますが、なんか見てほしいところというよりも、ハンガーを一緒に行ってもらいたい、なんか結構そこは浸透しつつありますけど、まだまだちょっと公演ではあんまり聞かないですもんね。やっぱでもハンガー普通に言ってたら、ハンガーって言ってたらつまんないと思うんですよ。なのでファンの皆さん、やっぱ男性の方多いんで、ハンガーって言ってたら、力強く低い声でもうなんか言ってほしいですよね。あとね、松井玲奈さん的には拳を掲げて上から振り下ろす感じでハンガーを言ってほしい。ハンガーみたいな、ハンガーみたいな、演歌っぽくね。なるほどね。それすごい異様な光景ですね。アイドルの公演でそんなそういう光景が見られる。そうだよ、ニードイちゃん今回美しい謎まで初選抜で、どうですか、見てほしいところありますか、注目ポイント。
歌ってるところ。そうだね。そうだね。そうだね。歌ってるところを見てほしいよね。重要ですよ。踊ってるところも。踊ってるところ。はい、見ていただきたいと思います。それでは続いて、私からいきたいと思います。ラジオネーム、にじわこんにちはさんからいただきました。皆さんこんばんは。僕の切実な悩みを聞いてください。どうした？僕は今年から大学生になって愛知県の大学に通うようになり、他県の人と関わりが増えました。そこで必ず話すことがあります。それが何県出身ですか？です。この話題を愛知県の住んでいる人が愛知県と答えると、他県の人は必ずいいな、愛知なら美味しいご飯とか水族館とかあるよねなど話が盛り上がります。しかし僕がこの話題で岐阜県と答えると、他県の人はへえそうなんだといまいち話の盛り上がりに欠けます。確かに出身を岐阜県と答えてからの話の盛り上げ方を教えてくださいという。ルミちゃんじゃん。いやー、出番でよ、ルミちゃん。私はこんな現実になってるとは涙が止まりません。ちょちょ切れるわ。ちょちょ切れます。え、本当になるでしょ。岐阜県を舐めたらかんですよ、本当に。おー、舐めたらかんですよ。愛知県には世界遺産があるのかと。おーおー、来るね来るね。まあ、自然をしたいです、私は。岐阜県の観光地いっぱいありますもんね。でもスキー場もありますし、温泉もありますし、飛騨牛もありますし、愛知県に飛騨牛があるのかと。まあそれはでも、まあ、名産だからね。それを言いたいです、私は。なので、もうもっと岐阜県を知ってほしい、この人にも。そうですね。にじだこんにちはもう、岐阜県をもっと押さなきゃいけないと思う、私は。押してほしいね。押そう。なんかでも私もこう改めてこう岐阜県のお仕事で関わらせていただいてから、すごいいいところたくさん見つけて、でもそうなんですよ。やっぱり行かないと分かんないよ。行かないと分かんないね。連れてってあげようよ。ね、そうね。あ、この人なんかツアーとか SKE で岐阜県を回るツアーみたいなのできたら楽しそうじゃないですか。SKE もね、一緒にね。そう、岐阜出身メンバーがね紹介するみたいな、そんな企画を考えておりますけども。あとやっぱりさ、こういい意味でもさ、愛知県にはないこう懐かしい街並みとかがさ、そうですね、高山とかも小京都とか呼ばれてますからね。なのでぜひいいとこいっぱいあるから、まあこの人をがその愛知県の人たちに、じゃあ岐阜来てみなよみたいな、ね、で案内するのもいいかもしれないですね。そうですね。で岐阜を好きになってもらうっていうのも手ですよ。いい考えです。よろしく、おすすめのね、よろしく。じゃあもう一つ紹介しますね。ラジオネーム、クレオパトラは二度寝するさんからです。はい、ありがとうございます。ルミチン、アカネチン、ゲストの皆さんこんばんは。こんばんは。たまになんですけど、しゃっくりで困ることがあるので、これだっていう決定的な止め方があったら教えてくださいということで。私はもう水を飲みますね。あ、よくあるよね。口に水を含んで、こうお辞儀をした状態で飲み込むの。え、すると割と止まる。逆流してこん。それを頑張ると止まるんです。初めて聞いた。え、なんかでもよく聞くよね、そういうのは。あと息止めるとか、定番の驚かすとかね。あとはなんかあるかな。あとは小波が、あの須田あかりさんに聞いた、てか実際にやってもらったやつなんですけど、しゃっくり止まらなくて、そしたらタヌキって10回言ってって言われて、タヌキ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 って、なんでだろうと思って最初分かんなくて、ほら止まったでしょって言われて、え、確かにと思って。止まったんですよ。へえ、そんな方法あるの知らなかったですって言ったら、この方法は疑心暗鬼、なんか疑いながらやってやってみるからできるものであって、最初の1回しか聞かないんだよって言われました。から友達とかなんて言って止まるのかって、そう、疑いながらやると、なんでだろうって思って言うと止まっちゃうっていう。なるほど。苦しいよね、しゃっくりって。苦しい。だからぜひ、確かに呼吸困難になりそうな感じする。あの、もうなんかこう友達とかでね、そういう方がいたらぜひタヌキとかやってみてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。それでもですね、3通ご紹介したんですけども、他にもたくさんメールが届いておりまして、ちょっとラジオネームの方だけ紹介したいと思います。静岡県の富士宮人さん、大分県のスカイチュリーさん、チュリー、クライフさん、カンプキン魂さん、チュリラブさん、ラブ、いちびこさん、やっほー、タカボーンさん、やっほー、たまちゃん、マシンガンさん、やっほー、滋賀県のキタリエ推しの力持ちさん、やっほー、愛知県のヘリウムさん、カズマルさん、つとむさん、その他たくさんの方々からもメッセージいただいたので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということで、皆さんも出演メンバーに聞きたいこと、番組の感想など番組メールアドレスまでどんどんお寄せください。ロイヤルゼリーで元気、食物繊維ですっきり、
アキキヤのロイヤルゼリー青汁は特許製法のロイヤルゼリーと豊富な食物繊維でミツバチと大地の恵みがたっぷり。すっきりとした抹茶風味で美味しく健康に。ロイヤルゼリー青汁で元気な毎日をお届け。アキタヤ本店。パチンコ&スロットのケーズギャラリーエアピタ地流店、ケーズ尾張旭店、ケーズ港店、ケーズ港南店、ケーズ大高店、合計4309台。お近くのケーズでお待ちしています。メイザパチンコビーウィズユー。平成観光。和食の和の和、接待に宴会に、紅葉にも和の和、大垣市東町の和の和。詳しくはネット検索、春銀和の和、和食の和の和、接待に宴会に、法要にも和の和、大垣市東町の和の和。詳しくはネット検索、春銀和の和。エンディングです。イエイ、あっという間でした。終わっちゃう。あっという間。じゃあここで、うん、告知をさせてください。はい、10月の10日11日に SK48 リクエストアワーセットリストベスト50/2013が行われます、はい、もう間もなくですので、ね、皆さんもドキドキしていただいて、もう多分投票は終わっちゃった。終わっちゃったんだ。だからもう皆さんが何に投票したのか、うん、ぜひまたメールとかでもね送ってもらったら紹介したいなと思います、ね、はい、そして、10月の26日神戸ワールド記念ホール、12月の6日横浜アリーナ、2月2日名古屋ドームでのコンサートも決定していますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、ということですね。今日はニドランが初めてということで、ニドラン頭に一回聞いてくれよ。どうだった？なんか知らないうちに、うん、岐阜のことがちょっと知りました。あ、白川郷って。おー、これをね機に岐阜のことをもっと知ってもらって、うん、岐阜に興味を持っていただけたらと思います、うん、私は、うん、分かりました。分かったのかな。はい、分かったと思います。コアミは2回目でしたけど、ね、2週連続でずっと気になってたんですけど、うんうんうん、このねあのスタジオがすごいだだっ広いところで、うん、机とマイクだけこう並んでる、うん、やっぱ岐阜は土地も広いんで、ちょい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 、この空間なんだろうなってずっと思いながらやってたんですけど、いつもこんな感じなんですか？今回はですね、あのいつも収録をしてますラジオのスタジオがですね、うん、満員でしてですね、今回は普段、うん、番組とかの収録をするテレビですか？そうそうそう、広いところで、うん、スタジオでね、スタジオで机とマイクマイクを持ち寄って寂しい感じですけど、ポツンと斬新な、でもそう普通に会話してるみたいで楽しいです ね、 ですね、逆に、うん、なので今回は、うん、いつもは聞こえてこないスタッフさんの笑い声なんかも一緒にお届けしております、ね、うん、よく聞いてみたらスタッフさん、はい、人笑ってて、うん、はい、はい、ということでですね、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております、うん、高柳あかね相談員、加藤るみ相談員に解決してほしいお悩みがある方は解決ちゅりるみアンサーのコーナーへ、それ以外の普通のお便りもお待ちしております。すべてのお便りは E メールで受け付けます。メールアドレスは ske@zf-web.com です。じゃんじゃん送ってください、はい、それではゲストのお二人に最後言い残したことはありますか？ファミセブンをぜひぜひこれからもよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。オッケーです、はい、サポーテッドバイチュリルミでね、頑張っていきたいと思います。それではまた来週も聞いてください。今週はなんて銀河は明るいのだろうを聞きながらお別れです。ここまでのお相手は私高柳あかねと、加藤るみと、小林亜美と、新田さやかでした。バイバイ、バイバ。この番組は秋田屋本店、平成観光、春銀和の和、青い自動車、朝日健康の提供でお送りしました。